情報の料理情報、松本ゆりかです。さあ今回はですね、じゃん、こちらのキスを使ってお料理していきます。なんとこんなに大きいのが7匹も釣れまして、あと小さいのもいくつか釣れたので、このたくさんのキスを使って2品お料理していきます。ではまずキスのフライにするためにキスを開いていきます。そしてうまくいけるのでしょうか。おろしたことしかないんですよね、3枚に。まずほっ身がボロボロになりそう。あ、ちょっとここが失敗だけど、まあ骨残ってる。なんか OK、 OK じゃないですか。じゃあまず一品目、キスのマヨニンニク焼きを作ります。まず、タレを作ります。ニンニク、マヨネーズ、お酒、そして混ぜます。玉ねぎを下に敷きます。塩を下に敷きます。キスは頭と内臓だけ取ったやつをそのまま並べていきます。タレを塗っていきます。キノコも入れます。あと彩りにピーマンも。最後に粗挽き胡椒、ちょっとアクセントになるかなと。包みます。グリルで15分焼きます。スタート。はい、美味しくなるかな。ホイル焼きが焼き当たったみたいです。どうや、あ、美味しそう。ってめちゃくちゃいい匂い。もうすでに美味しいのがわかる。お醤油を少し垂らして焦げ目をつけていこうと思います。で、今度はこのまま開けたまま3分くらい、2、3分ですね、焼いていきます。できました。じゃじゃん。お、ちょっと香ばしさが出てきましたね、お醤油。2品目は梅しそ巻きフライを作っていきます。まずキスに塩コショウを振っていきます。私はチューブの梅なんですけど、ここにポン酢入れます。お酒混ぜます。はい、そしてそれを塗ります。また今日なんか塗る作業多い。オーバー、こっちが、ここ止めるんですけど、まあ爪楊枝でもいいんですけど、でもちょっと抜くのがあれなので、私はパスタで止めます。そうすると揚げてもまあそのまま食べられるかなっていう、こんな感じです。あ、なんか結構大きくなっちゃった。いいかな。卵と、小麦粉とお水を混ぜたバッター粉にしっかり絡ませ、あ、ちょっとなんか開いてきちゃったけど、こう回して170度の油で揚げていきます。おお、いい音。なんでか教えてあげようか。すごい、これ破れてるんだから2箇所から止めなきゃ。ビロンビロン。ちょっと開くときに失敗してお魚の身が割れてたので、このパスタの上でこの2箇所に留めました。真ん中1箇所だけだと割れてきちゃうので、2箇所に留めて、あときつく巻き直しました。それをしっかりこう、いい音。揚げまーす。うわー、おいしそう。
けもんだけど多分梅が入ってるのでさっぱりと食べられる気がします。無事に2品作り終えました。まず1品目、キスの梅しそ巻きフライです。美味しそう。そしてもう一つはですね、マヨニンニク焼きです。これはね絶対美味しいと思います。もうだって開けた瞬間からいい匂い香り、ご飯が進むけど多分お酒にも飲まれる方、おつまみにいいと思います。ぜひやってみてください。今回は悪戦苦闘だらけでした。見てくださりありがとうございました。